く。それが使命さ、その正義呼び覚ませ、命をかけて熱い風受け止めろ。たちが活躍するスポーツ、アイアンリーグ。そのアイアンリーグのあらゆるスポーツ界で絶大な力を誇るのがダークスポーツ財団だ。しかしダークのやり方は勝つためには手段を選ばぬというダーティーなものであった。アイアンサッカーリーグに所属するシルバーキャッスルはリーグ1の弱小チームであったが、新たに加わったマグナムエースとマクカウィンディの活躍でダークのサッカーチームダークプリンスを打ち破った。怒ったダークはシルバーキャッスルに野球リーグ参加を強制してきた。サッカー専門のシルバーキャッスルで野球をしたことがあるのはマグナムエースだけであった。大丈夫か？すごい、いい球だ。だがあれを取れるやつはうちのチームにはおらん。俺がやります。やらせてください。いくらお前が頑丈でもな。マッハウィンディが取れなかった球なんだぞ。はい。どちらにしろ、お前たちにはたっぷり練習をしてもらわなくちゃならんさ。しかしキャッチャーはどうしたもんかな。おじさん。待ってくれよ、監督。まだ取れないと決まったわけじゃないぜ。俺はダークプリンスのストライカーだったんだ。この次は取る。もう一度だ、マグナムエース。早くしろ。気の済むようにしてやれ。おじさん。俺にもよくわからんのだ。この二人がどれほどの力を持っているか。なんか変じゃねえか。うん、野球やってんのか。さあ来い。無理だ、マッハウィンディがいくら高性能でも俺の球は取れない。しかし俺の球を取れる者がいない限り、シルバーキャッスルは野球でダークに潰されてしまう。誰か工場長呼んできて。いや、ダメだ。マッハウィンディにはうちが普段使っているようなパーツは使えない。このパーツもこれもオーダーメイドの特別品。ダークでも一流の出来なんだ、マッハウィンディは。だからってまさかダークに連れて行けるわけないでしょ。リーグホスピタルならどう？まあ、あそこにならあるかな。じゃあ運びましょう。何よ。だってホスピタルで修理するとなったら、シルバーキャッスルの金庫を空にしても無理だ。でもこのままにしておけるわけないでしょ。俺たちに任せてよ。俺たちホスピタルにならちょっと顔が利くんだ。すいません、お待たせしちゃって。なんとかこれだけ集まりました。いいんですか、勝手に持ち出して。ヒロシ君たちに頼まれちゃ。言ったろ、顔が利くって。俺たち親友なんだ。この子たちは僕みたいなロボットと友達になってくれたんですよ。とにかく助かったわ、ブルーアーマーさん。ありがとう。じゃあ急ごう。はい。
もうよーし、あっ危ない、アイアンリーガーだね。え、まさか。違いますよ、アイアンリーガーなんて。もうボール遊びをするには暗すぎたね。おお、こりゃすごい。これだけあればすぐ治る。よかった、ブルーアーマーさんっていうすごいパワーのロボットが集めてくれたの。ブルーアーマー、すごいパワー。うん、トラックを止めちゃったんだ。知ってるの？そりゃ10年前に引退したアメフトリーガーじゃないか。アメフト？ああ、俺も見たことはないけど、突然引退して行方不明になったそうだ。有名だぜ。知らないのか？修理中にいつまでも話してるやつがいるか。どうしてかな。ちゃんと答えてよ。あ、そうだな。彼なら俺の弾を取れると思うんです。そうか。おじいさん、隠し事してるでしょ。ん？ブルーアーマーに何か問題があるの？いや、どうかな。はっきり言ってよ。彼ならできます。なぜあそこにいるのか理由は知らない。しかし彼の目は今でもアイアンリーガーの輝きを放っていました。多分奴は運とは言わんよ。え、知っているんですね、彼が辞めた理由を。いや、気になるなら自分で確かめてきてはどうかな。はい、じゃあ行ってきます。どうした？私にはオーナーとしての責任があるんだから、説明してよ。すいません。大丈夫よ。この電磁ネットも古いもんな。マグナムエース。ん？もう済んだのか。ああ、これぐらいなんてことないさ。キャッチャーにするつもりなんだろ？そのつもりだ。お前は？何しに来たんだ？俺は礼が言いたくてさ、こいつの。ん？どうした？行かないのか？仕事中か。探してみよう。待ってれば戻ってくるぜ。ああ。ボール？思った通り、いい目をしている。
それにそのボディ、キャッチャーに持ってこいだな。何のつもりですか。今度野球の試合があるのは知ってるだろう。ブルーアーマー、俺の球を受けてくれないか。何ですって。アイアンリーガー、うん、裏に何かある。無理です、キャッチャーなんてやれっこない。できるさ、絶対だ。それにアメフトリーグを引退したとき誓ったんです。二度とアイアンリーグの選手にはならないと。なぜだ。故障したわけでもないのになぜ引退したんだ。とにかく私は野球もアメフトももうやれないんです。ブルーアーマー、勘弁してください。ビジュアルディスクだ。グレートギガンテス対ノイジーブラウンのアイアンスーパーボール。ギガンテス、残り時間からも最後のチャンスでしょう。しかしブラウンの選手はラフプレーが得意ですからね、簡単にファーストダウンは取らせないでしょう。勝負を握るのはギガンテスのクォーターバックブルーアーマーです。ブル、ここは任せ、決めてくれよ。ああ、今日こそ優勝だ。行くぜ。さあ、2ミニッツウォーニング明け試合再開。セカンドダウン10、ボールオン12ヤード。ここはワイドレシーバー松村の絵、一気にタッチダウンパスを狙うか。そろそろだ。おっと、出ました、ブラウンのラフプレー。いかん。ブルーアーマー振り向き球にパスを引こう。しかしそこへブラウンの狂気キックだ。やめろ。ブラウンボールオブシラフプレーの嵐です。やめるんだ。悪魔の使いノイジーブラウン、面目躍動。止めに入ったギガンテスが次々と餌食にされていく。いい加減にしろ。この後だ。それでもリーガーのつもりか。やめるんだ。出ました、喧嘩牛の本領発揮。しかしこれはひどい、やりすぎです。敵のブラウンばかりか、味方のギガンテスまで全滅だ。もはや試合続行不可能。両チーム合わせて立っていられるのはブルーアーマーただ一人。ひどい、ひどすぎる。アイアンリーグ始まって以来の大惨事。この試合の直後、やつは姿を消し引退した。監督、どういうことだか知っているんですか。ブルーアーマーの角が前に倒れるとアタックポジションに変わりフルパワーとなる。だがどういうプログラムのミスか、フルパワーになったブルーアーマーはここが切れちまう。敵味方の区別がつかない殺し屋に変身しちまうんだ。プログラムのバグは取れないんですか。修理をするよりも新しいリーガーを開発する方が簡単なんだ。治るという保証もない。もし試合中に切れたら俺たちがやられてしまうのか。おい、マグナムエース、どこへ行く気だ。今夜もいいですよ、お疲れ様。はい、緊急時はいつでも呼んでください。もちろん。それじゃ。ん？出ました、ブルーアーマー喧嘩牛の本領発揮。
何をしてる、やめてくれ。敵のブラウンばかりか、味方のギガンテスまで全滅だ。やめてくれ。わかったろ、これが私なんだ。さあ帰ってくれ、出てってくれ。俺には君が必要なんだ。わからないのか、私のこの角は仲間を突き刺したんだ。それでも俺には必要なんだ。お前さんを突き殺すかもしれないと言ってるんだ。その時は俺もあんたの角を折る。待て、逃げるな、ブルーアーマー。私は壊されたリーガーをここで直す手助けをしたい。それが私の償いであり戦いなんだ。君はここでリーガーたちが壊されてくるのを待っているというのか。何？君の本当の戦いは自分と戦うことだ。試合の相手はダークキングス、シルバーキャッスルは正々堂々と奴らに立ち向かう。君はそこで本物の自分に会えるはずだ。君のその目はまだ戦えることを証明している。それが俺の第一球だ。ファールだな、れっきとした。もうダメ、キャッチャーはいないし敵は魔球を持ってるし。はあ、敵のビデオ取り寄せたりするんじゃなかった。オーナー、監督来ました。来た？ブルーアーマー。おい、みんな早く来てみろよ。うわ、本当だ、ブルーアーマーだ。お前なら取れるはずだ。素人キャッチャーが相手じゃあの程度か。あんな球じゃいつでもホームランだな。あいつ
つら。せいでエースは本当の力を出せない。フルパワーの弾を取るには角を前に倒さなければ。しかしそんなことをすれば。次回疾風アイアンリーガー魔球44ソニック、正々堂々と試合開始。